探偵撲滅続きからやっていきたいと思います。なんか今日ちょっと喉の調子がよろしくないですね。風邪ひいたわけではないんでしょうけども、なんか喉がおかしいです。で、前回の続きの前に前回の動画がちょっとね、はい、プツプツ音入ってましたね。申し訳ないです。なんか録画機器がバグってましたね。で、今新しくして今回のこの動画からはもう問題なく動画撮れていると思います。申し訳ございません。本当にすいませんでした。ということで前回の続きで不滅探偵、飛躍探偵でした。すいません。飛躍探偵、まあ、不滅探偵も一緒か。不死身探偵か。まあ、とりあえず飛躍探偵の、正体が分かりましたね。八つ咲き校でしたね。あの見た目であの高笑いする姿はとてつもなくグッとくるものがありましたね。じゃあ続きからやっていきますね。はい、始まるよ。僕の周りではね、昔から人が大勢死んでいった。その中にはママやパパも含まれていて、物心がつく頃にはこの島の地下の牢屋に入れられていたよ。そこで僕は自分の力を知った。それは無意識のうちに自分へ迫る脅威を察知して回避行動を取る力さ。元からある力なのかな、それともやっぱ実験の末得た力なのかな。僕に降りかかる脅威は罠も裏切り者も SPX も全てを回避できた。どんな実験からも生還する僕を指して職員たちは不滅探偵と呼んだよ。もっとも僕は生き残りの中でも特に弱々しい外見だったから、僕が不滅の力を持っていることには最後まで気がつかなかったようだけどね。社畜さんも知らなかったみたいでさ、研究棟の地下で真相を教えてあげた時の顔は最高に傑作だったよ。君が不滅探偵の正体って認めるんだね。じゃあ八つ咲校の正体も君ってことにならないよ。不滅探偵が八つ咲校の正体だなんてのは社畜さんの妄想じゃないか。おいおいおい、しらばっくれるね。あの笑い方しといて。むしろ僕は被害者だよ。これまでずーっと過去に探偵同盟が犯した罪の証拠をつかもうとしてきた。だけど見つからなかった。洋館の設計士である老子探偵も改装後の隔室通路の開き方は未把握だ。その上エレベーターの鍵すら地下にある始末。地下通路の開き方をどうしても知りたかったよ。だから偶然君たちが洋館に閉じ込められて隔室通路を見つけてくれて本当に助かったよ。なんたって僕が地下通路を見つけるのを手伝ってくれるんだもの。じゃあ気づかぬ間に飛躍探偵の手伝いしてたわけだ。僕らを殺さなかった目的はそれか。初めから自分の目的に利用するつもりだったんだな。地下通路の秘密さえ解ければあとはみんな死んじゃってもよかったんだけどね。僕と相性の悪い外道探偵が余計な殺人事件を起こすわ、赤い SPX を解放させるわで、僕一人じゃさすがに手に余る状況だった。そうだったんだ。外道はやっぱ気づいてたのかな、飛躍探偵の正体を。どうだったんだろう。だから仲良く行動させてもらったよ。ありがとう、みんな大好きだよ。あなたのせいでどれほどの人が死んだと思っていますの。この鬼畜、恥を知りなさい。恥を知る？どうして？老子探偵も渋谷探偵も社畜探偵もそれに死んでいったみんなも自ら望んで死を選んだんだよね。それのどこが悪いことなの？君は何を許せないの？はあ？私が許す許さないじゃありませんわよ。社会的に許されないと言っているのです。社会的に？それ何？自分自身以上に優先される存在なの？家族探偵、君の言葉は道端の選挙ポスターよりも響かない。だって君は本気で死にたいと思ったことがないんだから。本気で死にたいと考えている人にとってね、生き続けること、それ自体が悲劇なのさ。早く解放されたい、楽になりたいって。ずっとずっとずっと考え続けているものなんだよ。
君はずっと死にたかったのか。ああ、いつだって死を望んで生きてきた。僕の周りではね、いつも事故が起きたんだ。そのせいで家族が死に、友達が死に、養父が死に、関わる人が次々と死に、僕だけが生き残った。これほど苦しむくらいならいっそ死にたいってずっと思ってた。でもいつ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 も僕は生きながらえてしまう。そんな僕に生きろって言うのか。周囲を殺し続けながら笑って過ごせって言うのか。幸せを感じていけって言うのか。だからって死んで何になると言いますの。人は生まれ持ったカードで戦うしかありませんわ。私だって落ちぶれた実家を嘆きましたが、今こうして必死に抗っていますわ。人は成長できるのですわ。うん、能力なら伸びるね。でも絶対に変えられないものがある。それは生まれ持った天運だよ。家族さんには才能も、その才能を生かす環境もあった。でも僕は真逆。実際この島での事件でみんな成長できているけど、運だけは変えられないじゃないか。僕は生き続けている限り周囲を不幸にし続ける生まれついての存在悪さ。そんな僕でも生きている価値があるって君たちは言い切れるのかい。それでも努力すれば報われるまで頑張れっていうの。頑張っても頑張っても報われない日々を何度繰り返しても心を折るなっていうの。なんかここまで言われると飛躍探偵にそれでも生き抜けって言えないよな。飛躍探偵だ、散々悩んであがいてきてるんだし。死を選ぶような人こそ努力を続けてきた。生きることに絶望するほど頑張りすぎた人たちなんだ。努力では絶対に変えられないものもあるんだよ。自分が恵まれていることにも気づけない幸せ者は黙ってろよ。生まれながらの自分の境遇を恨む気持ちはわかります。僕もこの足ですから。でも恵まれない境遇だからこそなせることもあるんじゃないですか。飛躍さんだって探偵として成功してきたじゃないですか。そうだね、探偵として生きている間は楽しかったよ。本当に楽しかった。実際このまま探偵として生きるのも悪くないと思った時期もあったよ。この仕事なら自分のおかしな体質も生かすことができるってね。でも探偵として悲劇に触れていくに従って気づいてしまったんだ。悲劇のもとに生まれてくる人や悲劇に耐えきれない人もいるんだってね。ねえ、悲劇に耐えきれないことがそんなにいけないことかな。死ぬという選択肢は人生においてあってはいけないの。ダメですよ。家族が悲しみますよ。そっか、じゃあ家族がいない人は死んでいいんだね。やめろその上げ足取り。え、それはあらゆる不遇を経験した僕だからわかるけどね。家族に愛されない人も家族を愛せない人もいる。僕を愛した最初の家族は交通事故に巻き込まれて目の前でぐちゃぐちゃの合いびき肉になった。2番目の家族は憔悴しきった僕を励ますために必死に愛してくれた結果、瓦礫の山に潰されてぺしゃんこだ。3番目の家族は僕に恐怖し、僕を疫病神扱いして殺そうとしたけれど、今では家族揃って病院のベッドで一生寝たきりさ。家族のつながりなんてものは霧より希薄なものなんだよ。家族以外にもきっと自分を大切に思う人はいるはずだ。死ぬなど言語道断なのである。我には生き別れとなった妹がいた。今では家族と呼ぶこともかなわぬが、それでも愛し続けている。世界には自分が気づかないだけで愛してくれているものがきっといるのだ。そんな人が一人もいないとしたら、
今はいなくともいずれ現れる、そう信じるほかないのである。どうしてそう言い切れるの？僕は自分が誰かに愛されるだなんて自信、どうあがいたってモテそうにないよ。武装さんはとっても自信家なんだね。すごいな。違うのだ。そういうことではなくて。どういうことなの？君は世界中のみんなが誰か一人には愛されているんだって、いずれは愛されるはずだって、とっても平和的な主張をしたいんだろう。そばにいるだけで誰からも疎まれる僕にはとてもじゃないけど考えつかない発想だよ。いいなあ、君は愛されるような人間で本当に幸せだなあ。人は人と関わらずには生きていけない生き物よ。生きている限り誰かと必ず関わるし、自分の死は必ず誰かに影響を与える。だから生きなきゃいけないの。自分と関わる誰かのためにも生きなきゃダメなのよ。出たね。そう、その価値観こそが人から死ぬという選択肢を奪い去っていく。何が言いたいのかしら。自分もこの世界の一部なんだって気づくことができれば、視界が開けてもっと明るい道を進んでいけるはずだわ。出たね出たね、明るい道を歩ける人ならではの能天気な考えが。視界が開ける、自分は世界の一部。何それ。そんな全体主義的な考え方に多くの人が悩まされていることに気づきなよ。全体主義。無能君は知っているかな。この国ではね、自殺しようか思い悩む人の7割が誰にも相談しないそうだよ。つまり自殺寸前まで追い詰められてもなお誰かの負担になることを躊躇してしまうんだ。そんな人たちはきっと最後の最後まで相談できずに死んでいく。おかしいよね。誰だって一番大切なのは自分自身のはずだよ。それなのにどうして自分より誰かの都合を優先するの。ねえ美食探偵、君が今自分の喉をかっ切ろうとしているのもその矛盾の一つなんだよ。ん、自分、え、どういうこと。あー、飛脚探偵の喉ってことか。なんで急に美食探偵自分の自殺しようとしてるの。え、どういうこと。美食さんがナイフを手に動きを止めた。その切っ先は自分の首筋へと向かっている。どうした急に。美食さん、あなた、まさか。ええ、決めたわ。この子は世界にとって有害すぎる。巻き込まれたくない子は離れていなさい。私が死ぬことでこの子の首輪を起爆させるわ。あ、そっか、コマンドか。よく気づいたな。本気の目だ。確実に飛躍くんをここで殺すつもりなのだろう。まあ、もうどれだけ論破しようとも全部返されるもんな。飛躍探偵強すぎるよ。討論、本来の僕ならすぐに止めてはいたが、でも今の僕にはその勇気が湧かない。なぜなら僕が考えていたよりもずっと八つ咲公という存在は凶悪で社会を蝕む存在だと痛感しているからだ。いやー、でも飛躍探偵も被害者だからな。なんか蝕むとか言ってほしくないけど、でもまあそうだよな。この一般社会は確実にめちゃくちゃにするっていうその意思だけは伝わってくるもんな。殺すなんていけないと思う。でもこの状況じゃ。お、その時視界が瞬いた。次の瞬間に見えたのは血にまみれて倒れた美食さん、そして傷一つ負っていない飛躍くんの姿。爆弾は？ダメだ美食さん、あなたがここで死んでも無駄死にですよ。え、何を言っているの。さっき飛躍くんが言っていた通りです。もしあなたが命がけで首輪を起爆させたとしても彼は殺せない。ああ、
不滅の能力か。どうやって助かるの逆に、その首輪の爆弾で。おそらく首輪は不発します。ああ。その未来をシミュレートできました。もうチートすぎるじゃん。また飛躍探偵誰も倒せないじゃん。不発って、そんなわけないじゃない。確かに古い予備かもしれないけど、あの子の首輪だけ不良品になるなんて、どれほどの確率だと。せっかく解放されそうだったのに残念だったね、美食さん。無能くんの言う通りだよ。万が一美食さんが死んでも、きっと僕の首輪は爆発せずに生き残る。あなたは無駄死にする。よーくわかっただろう。僕は死なない、死ねない、死なせてもらえない。それが僕なんだよ。なら差し違えてでも、この手で殺してみせるわ。美食さんがナイフを構えた。その手はかすかに震えている。また誰かに止められるんじゃないか。これは震えているよ。決死の覚悟の行動が失敗したんだもん。そりゃ自信がなくなるよね。ねえ、どうしてそこまで必死なの？社会のために自分を犠牲にするって、本当に意味があると思ってる？意味があるに決まっているわ。あなたを止めれば、昔の私みたいな犠牲者を減らせる。そのために私は。そのために自分が犠牲になるわけだ。今この世界は美食さんみたいな子ばっかりなんだよ。人は社会性を持ちすぎた。最も大切なのは自分自身だというのに、いつだって誰かのためばかりだ。こんな現代だからこそ八つ崎港が必要なんだよ。八つ崎港事件での死者が100人以上にも及んだ理由が何なのか考えてみなよ。八つ崎港事件の死者が増えた理由。考えてみれば、八つ崎港はどのようにして自分の言いなりとなって互いに殺し合う二人組をいくつも見つけたのだろう。僕がわからないことを察してか、飛躍くんはにたりと笑って言葉を続けた。彼らはね、自分から八つ崎港にコンタクトを取ったのさ。つまり死を望んでいた人たちばかりなんだよ。それってもう渋谷探偵も老子探偵も一緒なのかな。ありえない。死にたいから八つ崎港にコンタクトを取るなんてめちゃくちゃじゃないか。そもそもどうやって証拠も残さずに連絡を取り合ったんだよ。難しい話じゃないよ。もし八つ崎港が探偵なら、探偵として各地に飛ぶたびに死にたい人たちとのつながりを作っていけばいい。渋谷さんのように従順な部下が何人もいれば、八つ崎港を中心とした不可視のネットワークが出来上がるさ。あ、そういうこと。渋谷の能力も働いてたんだ。被害者たちを結ぶ中心点は八つ崎港だけど、被害者と顔すら合わせない、とてもとてもか細い線だ。いくら捜査したって見つけられなくて当然だよね。そんな、どうして連絡を取ってまで自分から命を絶つような真似を。不思議なことかな。僕は当然の流れだと思っているよ。飛躍だからこそ、その自殺したい人の気持ちがわかるんだろうな。なんかすごい今の現代社会に訴えかけるゲームになってきたな、これ。さっきも言った通り、人は死を考えた時、つい周囲への影響を考えてしまう。誰それに迷惑をかけるんじゃないか、残された家族に迷惑をかけるんじゃないかってね。人生は自分のためにあるっていうのに、世の中にはびこる全体主義的な考えに毒されて何も考えられなくなるんだ。でも八つ崎港事件の被害者として死んだ人たちはどうかな。八つ崎港ではなく、死んだ人たちを責める人を見たことはあるかい。言われてみれば、八つ崎港の信者が八つ崎港を評価する意見を見たことはあれど、死んだ被害者たちをバカにする人々は現れなかった。そういうことだったんだ。いないだろう。当然だよね。殺される理由などなく、
悲劇的に残酷に殺された哀れな被害者に追い打ちをかけようとするやつなんて、誰かを批判することが生きがいの人々くらいさ。すげえな考えが、まあ、この八つ崎子を当て馬にして、まあ、正義の名のもとに自殺したってことなんだろうな。人に迷惑をかけずに自殺するって考えたこともないよな。分かっただろう。八つ崎子に殺されたことにすれば、誰にも責められず哀れな犠牲者として周りから同情されることができるんだ。八つ崎子は死の免罪符なんだよ。八つ崎子事件の被害者の多さは、そのまま現代社会で死を望む人たちの多さを表している。八つ崎子は殺しているんじゃない、生きることに苦しむ人たちを救っているんだ。語られた八つ崎子事件の真実にみんな何も言えずに黙り込んだ。まあそうなるよね。飛脚くんの言葉には説得力があり、誰も反論できない。僕たちはこれまで一緒に過ごして、彼が自分の体質が原因でどれほど苦しんできたかを知っている。死が救いとなるほど苦しい人生、八つ崎子という名の死の免罪符。平凡な自分には想像もつかない真相を前にして、何も言葉を返せなくなった。ねえ無能くん、君はいつも悲劇を覆すとか言っていたよね。この悲劇も覆してみなよ。どうあがいたところで100人以上もの悲劇を覆せるとは思わないけどね。飛躍くん、いや八つ崎子がゲラゲラと声を出して笑う。拳を握りしめたまま何もできずにその場に立ち尽くす。どうすればいいかわからない。どんな言葉を口にすべきかわからない。やっぱり僕では最高の探偵になんてなれないのか。僕はお、またエンドシーンが。ここは、え、最初のところじゃない？気づけば見覚えのある路地にいた。僕が住んでいる地元の町だ。何の変哲もない平和な町で、僕はいつも平凡に生きてきた。これまでは10年前に起きた事件の真相など知らずに平凡に時間を過ごしてきた。たった1週間前の出来事なのに、なんだかとても懐かしく思う。え？昔の主人公とか？ヨレヨレじゃん。何があった？その時目の前に見覚えのある青年、僕自身が通りかかった。顔色がひどく悪くて足取りもフラフラ、今にも倒れてしまいそうだ。 ね、大丈夫？目の下のクマ。思わず声をかけてしまった。声まで僕そっくり。でも相手は特に驚く様子もなく、普通に返答してくれた。何か用ですか？塾に遅刻しそうなので、何もなければ失礼します。え、ああ、ごめんね、顔色が悪かったから心配で。心配だから何なんですか？次の瞬間、僕は憤怒の表情に変わって声を荒げて叫び出す。助けてくれるんですか？勉強を肩代わりしてくれるんですか？頑張っても上がらない偏差値を上げてくれるんですか？志望校に合格させてくれるんですか？どいつもこいつも大丈夫って聞くだけで助けてくれないじゃないですか！大丈夫じゃないですよ！でも誰も助けてくれないじゃないですか！そう、助けてくれるのは八崎校だけなんだ。だからもういいんだよ。大丈夫じゃなくて、僕はいいんだ。なんでこんなに病んじゃってるの主人公。ちょっと、エンドシーイングって未来の過去と未来を見る能力だよね。もし八つ崎子を倒さなきゃこの未来が待ってるってことなのかな。
受験生と思しき僕はどこかへと消えていった。かと思うと、また別の僕と思われる人影が現れた。話しかけるとまた。仕事を肩代わりしてくれるんですか？何を助けてくれるって言うんですか？お金をくれるんですか？家族を養ってくれるんですか？将来の不安を取り除いてくれるんですか？ちょっとやめてよこれ。俺、なんか辛そうな人にもう大丈夫って声かけれなくなるんだけど。何も救ってくれないくせに生きろなんて言うんじゃねえよ。こっちはただ楽になりたいだけなんだよ。どうせ生きてたって幸せにはなれないんだからな。辛すぎる。僕に怒鳴られ。別に何もないよ。生きていたって面白くないってだけ。趣味がモテるっていいよね。羨ましいよ。何をやっても面白くないのに、どう生きろっていうの？ねえ、どうして君は人生楽しいの？また別の僕に呆れられ。綺麗事を言うなら助けてよ。親が作った借金をあんたが代わりに背負ってよ。どうして私なの？ねえ、どうして私だけこんな境遇なのよ。なんかお姉の夫、お姉が来た。お姉が性別変わっちゃってない？また別の僕に泣かれ。気が遠くなるほどの時間、僕は生きることに絶望した僕の叫びを聞き続けた。エンドシーングは何が見せたかったんだろう一体。これで何か気づけるものがあるのか。気づけば視界も頭の中も全部真っ白になって、ふわふわとした浮遊感を感じながら、何も空間、何もないかな、何もない空間で立ち尽くしていた。そうか、ようやく分かったよ。八つ崎港にすがる人たちはこういった人たちなんだね。今僕が見ているのは未来で八つ崎港に頼って死んでいく人たちなんだ。彼らは決して特別な存在じゃなかった。むしろこの世界にありふれた人たち。確かに生きることは楽しいことばかりじゃない。むしろ辛いことばかりだと思う。僕だってこの島に呼ばれて雑賀ちゃんと再会できなければ、今出会ってきた僕のようにならなかった保証なんてないだろう。飛脚くんの言う通り、誰もが八つ崎港を求め得る時代だとしたら、八つ崎港の罪を暴こうとしてる僕たちの方が悪なんじゃないだろうか。真実を暴く探偵なんて不要なんじゃないだろうか。心地のいい嘘の方がいいんじゃないだろうか。生きるよりも死ぬ方が楽なんじゃないだろうか。いやもうこれを見てきちゃうとそう思えてきちゃうよな。もう頑張らなくてもいいんじゃないかな。ああ、無能探偵が八つ崎港に。ああ、なんかでも俺もこういうの見てもでもやっぱり自殺はなーって思っちゃうんだよな。何なんだろうな。なんか論理的には説明はできないけど、やっぱ死んでほしくないなって思っちゃうな。サイコちゃん、サイコちゃん、サイコパスになっちゃったサイカちゃん。サイカちゃんの後を継ごうという決意が緩んでいく。これまでずっと進み続けてきた探偵としての道の先が、もう見えない。何も気力が起こらず、まどろみに落ちそうになる。このまま何もせず楽に。懐から何かがこぼれ落ちた。これは。拾い上げると、それは花札だった。ヤマトさんの桜の絵柄の書かれたその札を見た途端、視界が瞬いた。なんだ胸が、あっち。死ぬ間際の。姉さん、すまね。俺は。ヤマトさん。ヤマトさんの悲痛な声が聞こえた気がした。胸に貫かれたような痛みと焼けつくような痛みが残る。この光景は。これが
毒を食らう側の気持ちか。脳みそが溶けているみたいできっついね。魔界ちゃん、文学ちゃん、他のみんな巻き込んじゃってごめん。無能先輩、飛躍なんかに負けないでよ。やっとわかったの、死ぬってわかるとさ、やりたいことがたくさん頭に浮かんでくるって。渋谷さん、脳が溶けていくような悪感、頭痛、めまい、吐き気、立っていられずその場に崩れ落ちる。涙が目から溢れ出す。でも苦しいからじゃない。今見えた光景の意味をようやく理解できたからだ。今のはエンドシーイングの力で過去を遡って見た光景、この島で死んだ探偵たちの死に際の記憶だ。罠を利用するとは、なんたる非道。だが俺は死なん。ブンを一人にするわけにはいかない。生きなければならんのだ。君たちを置いて先へ行ってしまってすまない。やはり鬼は最後まで鬼のままだったが、それでも君たちへの愛は本物だ。決して届きはしないだろうけれど、私は意識の途切れる最後の一瞬まで君たちを思う。だからパパのことなど忘れて幸せに生きてくれ。愛しているよ。さようなら。ねえ、今ならまだギリ引き返せるけど、マジでやるの？原点一、この状況に至って臆したのか、渋谷探偵。私たちはすでに22名を殺した。今さら自分の命を惜しむなど、許されるわけがないだろう。じゃあなんで計画にない子を島に入れてんの？八つ崎公には言わないであげるけどさ、明らかに反逆っしょ、あれ。私にもわからんよ。これまでずっと死にそびれたと思って生きてきた。だが最後に未来ある若者と出会えたおかげで託してみたくなったのかもしれんな。私のできなかった満点の生き方を。なんだよこれ。次から次へと頭の中に浮かぶ光景、もうなんかいろんなみんなの最後を見てさ、もうすげえ涙にじんできてやばい。誰もが違うことを考えながら死んでいく。だけど誰もが最後の最後には生きることを考えていた。誰も死ぬことなんて望んでいなかったんだ。サイカちゃん！最後にその名前で呼んでくれたか。この島に来た時から死を覚悟していた。10年前君に運命を肩代わりしてもらったあの時に、私は一度死んだんだ。なのに人間は強欲だな。覚悟していたというのに、今はの際となると未練が残る。ムト君、きっと君のことだから、私に代わって再び理想探偵の道を歩もうとするだろう。最初で最後のわがままだ。君が理想探偵を名乗れるようになるまで、
君のそばにいさせてくれないか。ずっと体を支配していた浮遊感が消え、ようやく地面の上に立てた心地がした。知らんだ視界の先に、見覚えのある人々の姿が浮かぶ。みんな…死んだ探偵たちが、僕の目の前にいる。現実なわけがない。きっと、エンドシーイングが作り出した虚像だ。全部僕の妄想で、偽物の可能性も考えられる。やっと本当の力を使いこなせるようになったか。エンドシーイングの本質は未来の死を予知することじゃない。この世界の全てを見る力だと説明したろ。僕の疑問に答えるように。目の前にサイカちゃんが現れた。君は今私たちの残留思念を見ている。それぞれの探偵とのつながりが私ほど強くはないから、意思疎通まではできないだろうがな。彼らが何を食いているのか、君にわかるかい？みんなの食い。見返してみても、みんなの表情は暗い。この世にどんな食いがあるんだろう。わからないよ。みんなは何を食いているの？私にもわからない。なんだよ、それ。死者の悔いなど、普通ならわかりようもないさ。八つ崎公が救ったと思い込んでいるようにな。だが、君にはその見通す力がある。君ならばいずれ、死者たちの思いを見通すことすらできるようになるだろう。それまでは必死に考えるといい。本当に彼らにとって死ぬという行為が正しいのかどうかをな。僕も最初は八つ崎公の言う通り救いになってると思ってた。でも今エンドシーイングの力でいろんな人の死に触れて思ったんだ。やっぱり八つ崎公は間違ってる。楽になるために死ぬことは救いではないんだって。人は事実に合う論理的な説明を求めず、理論的な説明に合うよう、知らず知らず事実の方を曲げがちになる。ホームズの言葉だね。詭弁に振り回されるなよ、ワト君。八つ崎港事件で死んでいった者たちは、本当に自らの意思で求め、救済されたのか。君の思いをぶつけてみろ。君と八つ崎公の一騎打ちだ。ありがとう、サイカちゃん。死んだはずの皆さんが僕に笑顔を向けていた。その笑顔の意味はわからない。死んだ人の気持ちなんてわかるわけがない。だけど僕に期待してくれているって信じたい。安心してください。皆さんの無念は僕が晴らします。都合が良くて、結構、それだけで十分。死んでいった皆さんの思いを背負っていると思うだけで、光明が差した気がした。八つ崎港事件の実態に気づくことができた気がする。この面々の中に下道探偵いなかったのちょっと悲しいんだけど。下道が最後何を思ったのかちょっと聞きたかった俺もいる。もう迷わない。たとえ八つ崎港事件の真相が悲劇であったとしても、僕たち探偵にできることはただ一つだ。八つ崎港、やっぱりお前は間違ってる。八つ崎港事件は救いなんかじゃない。立派な殺人事件だ。探偵の誇りにかけて、お前を必ず捕まえてみせる。ぼーっとしていたかと思ったら急におかしなことを言い出して、寝ぼけているのかな。捕まえる？まさか本気でこれまで死んできたみんなを加害者に仕立て上げる気？いい身分だよね。
さすがはそれなりに幸せな人生を送ってきただけあるよ。覚悟ができているんだね。多くの人たちから恨まれる覚悟が。覚悟ならできています。文学さんが八つ崎港の前に歩み出ていった。真実が幸せだとは限らないなんて当たり前です。私はお父さんが死んだ真相を知って本当に胸を裂かれる思いをしました。それでも今は真実を知ってよかったって思っています。真実を受け止めない限り私は前に進めなかったのですから。文学さんは強いね。嫉妬しちゃうくらい強くてキラキラしていて憧れるよ。でも君みたいに強い人ばかりじゃない。君たちが真相を明かせばより多くの悲劇が確実に生まれるよ。君の言う通り、厳しい現実よりも甘い嘘の方が心地いいかもしれない。世間なんて気にせず自分が救われる選択をすべきだ。でも八つ崎港事件の被害者たちは救われてなんていない。あれは立派な殺人事件だ。殺人？誰が殺したっていうのかな。彼らは八つ崎港という免罪符に自らすがっただけで。免罪符なんて甘い言葉に置き換えるな。断言したっていい。八つ崎港事件で死んでいった人たちはたとえ自殺であっても殺されたのと変わらない。はあ？自らの意思で死んだからこそ証拠も残さずに100人以上も犠牲者が膨らんだんじゃないか。何度も言わせるなよ。八つ崎港が接触せずとも彼らの心は死んでいた。生きることに苦しみ続けた彼らには死ぬ以外の選択肢は残されていなかったんだ。違う。死ぬ以外の選択肢がないって思い込んでるだけだ。それほど視野が狭まるくらい追い込まれているだけで、彼らだって本当は死ぬ以外の選択肢が欲しいはずなんだよ。その選択肢が見えないから問題なんだろ。努力すれば選択肢が増える人ばかりだと思うな。そもそも努力する余裕だってない人もいるんだよ。死ぬ努力はできるのに。な、努力する余裕がなかったなんて、選択肢が他になかったなんてどうしてわかるんだよ。死んでいった人たちと八つ崎港の間にはつながりなんてなかったんだろう。君はただ死んでいった人たちが自分の思う通りに死んでいったと信じているだけだ。本当に選択肢がなかったかなんて分かりようがないだろう。なんだいなんだい。真っ当には反論できないからって答えが出ない問答で煙に巻こうとでも言うのかな。確かに八つ崎港事件で死ぬことが本当に幸せかは分からないよ。でも生きることが幸せかも分からないじゃないか。少なくとも八つ崎港事件の死者たちは自分の意思で死こそが幸せだと結論付けたんだ。その行動を誰かに否定されるいわれなどないはずだよ。結論付けること自体が罪なんだよ。結論付けること自体が罪？研究棟で社畜さんに問われたよ。自分を犠牲にして命を救うか、見捨てて自分が助かるのか、どちらを選ぶかって。カルネアデスの船板だね。社畜さんは自らの行動で自分を犠牲にする選択肢を取ってみせたわけだ。それで無能君ならどちらを選ぶ？やっぱり社畜さんのように自分を犠牲に命を救うのかな。君も彼と同じでいつも他人を心配してばかりだものね。いや、そんなことしないよ。へえ、意外だな。自分さえ生き残ればもっと多くの人を救えるって考えるタイプかな。それも違う。僕はどちらも選ばない。気づいたんだよ、その問いかけの欠陥にね。何を言い出すかと思ったら興ざめだよ。どうせどちらも救う道を探すとか言うんだろう。いざその現場に立ち会った時にはそんな綺麗事じゃ誰も救えないよ。
探偵なんて所詮真実を暴くだけの存在なんだからね。分かってるさ。だから僕は状況も知らないまま救うなんて勇気もない。カルネアデスの船板も八つ崎港もどちらも同じ欠陥を抱えている。それは二択の中から答えを選ぶよう強制することだよ。カルネアデスの船板と八つ崎港が一緒だって、そんな奇弁で八つ崎港を語るな。八つ崎港は救いの奇跡を終わらせる救世主、死にたくても死ねない人々にとっての希望だ。同じだよ。君は花から悩みながら生きていくか死んで楽になるか、そのどちらかしか選ばせないじゃないか。でも現実は問答と違う。死を選んだらそれまでだけど、生きることを選んだ場合は人生が続く。もしかしたら悩むこともなく生きていく選択肢も出てくるかもしれない。死を選ばない限り人の選択肢は無限に増えていくんだ。黙れ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 。選択肢が増えるのは天運に恵まれている人たちだけだ。生まれつき恵まれない人たちにそれはない。死んだ方が楽に決まってる。死ねない僕だからこそ分かるんだよ。死んで楽になりたいっていうこの国に住む人たちの願いがね。さっきも言ったろ、八つ崎港のもとに100人以上の志願者が集まったことが何よりの答えさ。みんなも気づいているんだよ。死んで楽になる方がずっとずっとずっと幸福だってね。楽になることと幸せになることは同義じゃないの。船板の問題を出された時にも社畜さんに怒られたよ。どっちも救うなんて綺麗事は言うなってね。この問いかけの厄介なところはまさにそこなんだ。本当はそれほど簡単な二択じゃない。本当はもっと複雑で二択以外の選択肢についても考えられるはずだ。それなのに二択を迫る、可能性を極端に絞られてしまう。そんな状況じゃ二択のうちの楽な方に流れて当然だ。似た問題にトロッコ問題というのがあるわね。一人をトロッコのレールに投げ込めば5人の命を救える状況。それでも8割以上の人はレールに投げ込まないと答えるそうよ。そして自分の選択を肯定できる人はわずか3割。正解のない二択を迫れば楽な方に答えが流れるのは必然なのだと思うわ。ヤマトちゃんみたいに強い子ならいいけれどね。みんながみんな強固な意志で決断することは難しいの。ええ、その通りだと思います。特に気分が沈んでいる時なんかは余計に視野が狭まります。僕もこの島の事件ではつい一人で考え込むことが多かった。僕一人じゃこの島で起きた事件は一つだって解明できてない。悩みながら生きるか楽に死ぬかの二択を提示して選ばせる八つ崎港のやり口も同じだ。楽して死ぬことが幸せだなんて限らない。たとえ苦しくても悩みながらでも幸せに生きられる選択肢だってあるかもしれないじゃないか。あるとも限らないだろ。僕だって諦めなければ救われるって信じていたさ。死んでいった人たちだって他の選択肢を信じていたはずだよ。誰だって子供の頃はコウノトリの存在を信じているさ。それでも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 誰しもどこかで現実に打ちのめされる。救いなんてありはしない。自分の人生は悲劇そのものだって。君に死んでいった人たちは救えたのか。探偵一人に何ができたって言うんだよ。誰も救えない君に八つ崎港を批判する権利なんてない。死に救いを求めて何が悪いんだよ。悪いさ。だって今君自身が口にした通り、人が本当に求めているのは死ぬことじゃなくて救いじゃないか。なるほどな。八つ崎港が初めて言葉に詰まった。迷わず続けざまに自分の考えを言葉にしてぶつける。死ぬことは妥協した結果の手段だ。ただ救いを求めるなら
もっといい手段が必ずあるはずだろう。君は全体主義を批判していたけれど、迷惑をかけずに死ぬという手段自体だって全体主義的じゃないのか。本当に個人のことだけを考えるなら、迷惑なんて気にしないはずだろ。違う。僕は誰にだって救いがある世界を作りたかっただけだ。誰かに迷惑をかけることを恐れる人たちに救いを。迷惑をかけずに死ぬくらいなら、迷惑をかけてでも生きてみせろよ。誰に迷惑をかけてでも、世界に迷惑をかけてでも、まず自分が生きることこそ第一だろう。救いなんてその上で探せばいいじゃないか。世界に迷惑をかけずに死ぬことで救われるだなんて、そんな悲劇の結末は認めない。君が作り上げた悲劇は、僕がこの手で覆してみせる。それが傲慢だっていうのがなぜわからない。自分で結末を用意できない人だっている。救いを見出せない人がいる。そのためには八つ崎港のように心地いい結末を用意する存在が必要なんだ。それとも悲劇の舞台上で哀れに踊り続けろとでも言うのか、探偵。君の方がずっと残酷じゃないか。その通りだよ。残酷だっていいさ、恨まれたっていい。それでも僕はみんなを悲劇の舞台から下ろしたりしない。死んでしまえば舞台は終わりだ。でも生きている限り悲劇は覆せる。幕を下ろさない限り、何度だってどんな悲劇だって覆すチャンスはあるんだ。それは君に才能が。僕が無能だったことはよく知ってるだろ。きっとこの島に来なかったら、僕はいつまでも何もできない無能のままだった。もしかしたら八つ崎港にすがって努力することも諦めて楽になろうとしていたかもしれない。でもこの島でみんなと出会えて、たくさんのことを学んで、僕は強くなれた。誰にだって悲劇を覆すチャンスは訪れるかもしれないんだ。訪れるとは限らない。でもゼロじゃない。死んでしまったらゼロだ。死は未来の自分の可能性を奪うことになる。それは誰にとってでもなく、自分自身にとって罪深いことなんだよ。きっと誰もが自分を悲劇の主人公だと思ってる。でも誰もが悩みながら、苦しみながら、結末を覆そうと戦い続けてるんだ。その戦う意志をもうお前なんかに奪わせたりはしない。撲滅なんてされない。理想探偵に代わって必ず事件の真相を発表してみせる。無能探偵、絶対に後悔するぞ。君はヒーロー扱いなんか受けない。大勢の人の名誉を傷つけた罪人として恨まれることになるんだ。自分の理想を押し付けるエゴイストな探偵としてね。覚悟はできているさ。でも無能探偵の名にふさわしい結末だろう。誰にも理解されなくたって、味方が誰一人いなくなったって、僕は上司に相談もせず一人で抱え込むんじゃありませんわよ。家族探偵、もう今この島にいるみんな絶対に理解してくれるかな。あなた一人に罪を背負わせたりするものですか。無能さん、私もリーダーとして一緒に罪を背負いますわ。これまで死んでいった人たちのためにも、八つ崎港の罪を告発しましょう。家族さん、我も背負うぞ、無能殿。確かに死ぬことが救いとなる場合もあるだろう。だが大切なものを救えなかった我だからこそ、自身も死に瀕した我だからこそ断言できる。どのような理由があろうとも、生きることから逃げてはならないのだ。この武装探偵が何に変えても無能殿を守り抜こう。少女は意を決して一歩前へと踏み出したなんて他人事じゃいられませんね。
お父さんも渋谷探偵も、この島で散っていった人たちはみんな必死に生きていました。きっと他の人たちも同じでしょう。いくら残酷でも醜くても、私もこの世界から目を背けたりしません。無能探偵と共に強く懸命に必死で生き抜いてみせます。僕は外道探偵に指摘されていた通り、無意識のうちに自分の境遇を傘に着て誰かに守られることが当然だと、自分が悲劇の主人公だと思っていました。ですがこの島で多くの経験をして、自分のためにたくさんの人が傷つく中で分かったんです。まず何よりも自分自身と向き合うことが大切なんだって。八つ咲き子、いえ飛脚さん、あなたも救っただなんて言い換えずにちゃんと向き合ってください。あなたが殺してきたたくさんの命と、私も命を懸けて世界を守ろうと思っていたわ。でも無能ちゃん、それに飛脚ちゃんの言葉を聞いて分かったの。この世界はまず他の誰のためでもない、私自身のためにあるんだってね。だから飛脚ちゃん、まずはあなたを捕まえるわ。世界のためにとか関係なく、あなたの生き方がムカつくからね。夜闇に包まれていた世界へ朝日が差し込んだ。その容赦を受けて僕の周りに集まったみんなの影が大きく長く伸びていく。ありがとうみんな、僕と一緒に背負ってくれるんだね。正気か、正気なのか。探偵同盟の本部からも止められているんだろう。君たちの味方なんて世界に一人だっていない。それなのにどうしてそこまで。それが探偵の仕事だからだよ。探偵が必要とされるのはいつだって悲劇の後、誰も解き明かせない悲劇と向き合うことが僕たち探偵の役目だ。他の誰もが目を背けたとしても、探偵だけは悲劇と向き合わなくちゃいけない。だから僕たちは何度だってはっきりと言ってやる。八つ咲き子事件の犯人、それは飛脚探偵、君なんだ。みんなでまっすぐに飛脚くん、いや八つ咲き子と相対した。もう誰もひるんだりしない、目を背けたりしない。八つ咲き子の語った通り、僕らがこの悲劇の真実を解き明かそうとしていることは決して正義とは言い難いと思う。だけどいくら多くの人の名誉を傷つけたとしても、いくら批判を受けたとしても、いくら苦しい道だとしても、僕らはこの悲劇を覆してみせる。覆した後に最高の結末が待っていることを信じて。忘れていたよ。ん？その時八つ咲子が笑いながらナイフを振り上げた。そんなに追い詰められたって僕は不滅だ。絶対に死ることはない。この状況で SPX に襲われたって、きっと理想探偵のように正義感の強い誰かが身代わりになってくれるに決まってる。やりやがった。八つ咲子が自分の手首をかっきり血が噴き出した。その瞬間、おぞましい金属音が響く。八つ咲子の血に反応し、黒い SPX が動き出す。まずい、このままじゃ彼が殺されてしまう。どうすんだこれ。なんか唐突に始まったんだが、殺人鬼の彼を助ける意味なんてあるのかなんて悩む暇もなく、理想を貫く。あ、八つ咲子の前に飛び出して盾となってしまった。理想探偵が死んだ時と同じだね。とっさに体が動いたんだろ。哀れだよね。後悔しながら死んでいけばいい。
後悔なんてないさ。絶対に生かすことが僕の覚悟だからね。八つ咲公のそんな言葉を耳にしながら、僕の意識は知らんでいった。あ、武装。武装さん。やっぱ守るんだな、武装は。かっこいいな、本当に。絶対に体張るもんな。僕が襲われる刹那、武装さんが間に飛び込んで盾になってくれた。まったく、彩花も無能殿も、我の大切な者たちはいつも我の先を行く。もっと強く早くならなければな。彩花って言った？ありがとうございます。僕なんかのために。我だけではないさ。よかった、爆発してくれた。美食さんに首輪を外しておいてもらって正解でしたね。まだ首輪はあります。覚悟してください。僕が時間を稼ぎますから、皆さんはヘリポートの外へ。タワー君に言われて、みんなは黒い SPX から距離を取る。きっと何か策があるんだ。僕は何も聞かずにみんなに続いた。作戦通りですね。と言って少女はヘリポートの加工ボタンを押した。いつの間にか操作盤の元に駆け寄っていた文学さんが操作し、黒い SPX を乗せたままヘリポートが加工を始める。間に合うか。お、間に合った。完全な回避じゃん。いつの間にこんな作戦を。即席ですよ。あなたのおかげで私たちも随分と団結力がつきましたね。と少女は満足げに微笑んだ。お待ちなさい。逃げたか。その時背後から声が聞こえてきた。隙を見て逃げ出すと思っていましたわ。私の目はごまかされませんわよ。どいてよ。僕の手にはまだナイフがあるんだよ。女性の君で捕らえられると思っているの。あらあら、私を舐めていますのね。わちゃーそこでそのアーチを役立つと聞いたん。逃げ負けた。飛躍。家族さんの鋭い手刀が八つ咲公の肩口を捉えた。全く反応できずに手刀を受けた八つ咲公はそのまま崩れ落ちていった。ティンカートン家殿下の宝刀バリッツ、ようやく決まりましたわ。まさかこんな最後の局面で役立つ時が来ようとは。まだだよ。僕にはまだ決定的な証拠が何もない。君たちには逮捕することだってできないはずなんだ。この事件を解き明かすことなんてできないんだよ。そうとも限らないわよ。ん？美食さんが八つ咲公の前に立ち、懐から一枚の紙を取り出して見せた。そこには押したら死ぬと書かれている。この紙覚えているかしら。下道ちゃんが死ぬ間際、エレベーターのボタンに貼られていた張り紙よ。この紙を警戒してあなたがボタンを押してくれたわよね。それがどうしたのさ。警告を無視して行動したことによる殺傷は過失致死傷罪にあたる可能性があるわ。この場合本当に過失だったかどうかたっぷり調べないといけない。今の行動も含めてあなたには意図的に死を引き起こす疑惑があるもの。余罪も含めてたっぷり調べさせてもらうわね。何の権限があってそんな。連邦捜査局の捜査官としてよ。私は探偵同盟のメンバー兼現役の捜査官だからね。僕たちも一緒になって驚いた。確かにニュースで連邦捜査局が捜査に乗り出したとは言っていたけど、まさか美食さんが捜査官だったなんて。私の任務は不滅探偵と呼ばれる人物を確保すること。任務のために素性を隠し続けてきたけれど
ようやく報われるわ。自分からベラベラと全貌を明かしてくれたし。ゲドウちゃんの死だけはあなたの行動が原因だと断言できるものね。あなたまんまとゲドウちゃんにはめられたのよ。やばいな、ゲドウ探偵死してなお足を引っ張りに行くという不滅探偵の、やっぱ覚悟あるなあいつは。最後の最後まであの男、あなたを逮捕するわ八つ崎公。詳しくは書で聞くなんてね。八つ崎公の手に手錠のかかる音がした。抵抗を諦めたのか、八つ崎公は両手の自由を奪われた状態で芝生へと顔を沈めて動かなくなる。長い長い事件にようやくケリがついたような気がした。みんなで眩しい朝日へと目を向ける。遠くから汽笛の音が聞こえてきた。ようやく探偵同盟の救助船が来たんだ。遅すぎますわ、まったく。逆にちょうどいいんじゃないでしょうか。八つ崎港を確保できましたし。お腹が空きましたと、少女はお腹を抑えてその場にへたり込んだ。救助が来るまで時間がかかりそうだし、朝食の準備でもしましょうか。簡単な祝勝会がてらね。グッドアイデアなのである。では早速研究棟へと入ろう、無能殿。うん、ほら飛躍くん、一緒に行こう。僕たちはこれから長い付き合いになるんだからね。うなだれたままの八つ崎公、いや飛躍くんに肩を貸そうとして、予想以上の重いに足元がふらつく。全身の力が抜けていて、まるで鉛みたいな重さだ。自殺した？いやでも自殺なんかできないっつってたよな。それでも僕は飛躍くんを支えたまま、一歩ずつ一歩ずつ進んでいく。この先、どうなるのか誰にもわからない。ただ、これまでにない悲劇的な運命が僕らを待ち受けていることは間違いない。でも、足を止めるわけにはいかないんだ。うわぁ、終わったのかな、一旦。なんか、ハッピーエンドとは言えない感じの終わり方だよな。どうなるんだろう、この先。探偵として一緒に戦ったみんなの命も、八つ崎港事件で散っていった犯人たちの命も、僕を最後まで支え続けてくれた彼女の命も、すべてを背負って生きていくと決意したのだから。さようなら、サイカちゃん。その後、僕たちは簡単な治療を受けた後、全員で探偵同盟の所有する船に乗せられた。飛躍探偵改め八つ崎公も拘束された状態で同じ船の中にいる。まだ何も言われていないものの、きっと僕は探偵同盟のリーダービドックと衝突することになるだろう。間違いなくぶつかるよね。それはおそらく八つ崎公事件の真相が明かされれば、明けぬ夜事件よりもさらに世界は混乱するかもしれないからだ。僕の敵は八つ崎公が所属していた組織明けぬ夜だけではない。探偵同盟内部や世間も僕を糾弾してくるはずだ。それでも僕は迷わない。死んでいった仲間たちのためにもこのまま進み続けることを心に誓った。不安じゃないのか。おう、理想探偵、あ、また出てきてくれたんだ。きっとこの先はモルグ島での事件が優しく見えるほど茨の道が待っているぞ。その道に突き落としたのは君じゃないか。まあその通りなのだがな。しかしそのおかげで君への罪悪感が新たに生まれて、こうして君のそばにまた現れることができたんだ。自分の決断を尊びたまえよ、マト君。それはそうだね。うん、嬉しく思っているよ、サイカちゃん。今見えているサイカちゃんが幻影なのか本物なのかはわからない。もう正体はどうでもいい。僕はこれからも彼女の命も背負って生きていく。僕たちは理想探偵の役割を担っていく。それだけは確かなのだから。何を物思いにふけっていますの。大変なのはこれからなんですのよ、リーダー。作戦会議をしましょう。
今後の課題が山積みです。リーダーがいつの間にか変わってるねなんかこのメンバーでずっと探偵続けてほしいよな。家族さんと科学くんに呼ばれて席を立った。ゆっくりと休む暇もなく、八つ崎港事件を収束させるための作戦会議が始まるらしい。最初の議題はもう決めてある。それは探偵同盟を出し抜くための今後の計画を端的に表す名称についてだ。探偵は悲劇の後に必要とされる存在。逆を言えば、世界から悲劇がなくなれば探偵なんて必要なくなるということだ。もし本当に探偵がいらない世界を実現できるとしたら、それはきっと平和な世界なのだと思う。だから僕はこれからの自分たちの行動をあえてこう名付けることとした。探偵撲滅プロジェクトと。あ、飛躍の言葉ここで使われるんだ。あー、終わったー。はい、ということで探偵撲滅今回で終わりとさせていただきます。ちょっとタイトル画面戻りましょうかね。いやー、長い長い八つ崎港との戦いが終わっちゃいましたね。寂しいね最終章実況してなんかいろいろ思い返すものがありますね。いやもうさ、声優さんたちの演技がすごくてさ、もう不滅探偵じゃないか、飛躍探偵と、もう無能探偵の口論がもう演技力すごすぎて激アツね。うわ、もう何これやべえって胸に来るものがあるみたいな。すごかったね、二人ともマジ名演技だった。でさ、最後みんな死んでいったみんなのさ、後悔とかがさ、見れるのもなんか、切ねえって思っちゃった。もう社畜探偵とかさ、家族のために自殺を選んだけど、本当はやっぱ家族のことを思って死にたくなかったなっていう、その二つの思いがぶつかってるところとかも、うわー、もうなー、しんどいなーって思いながらね。切ない。ヤマト探偵とかもいろんな後悔あってね。渋谷探偵もあって、魔界探偵もな。文学探偵のこと心配してたな、魔界探偵。もういいやつよ。でも今文学探偵もな、一人で立ち上がれるぐらいにはな、強い子になったからな。家族探偵の馬率変なとこで発動してたねあ、そこで活躍するんだ馬率みたいなねはい、ということで探偵撲滅ここまでとさせていただきます。みんなもね、いろんな思い出とか語りたいことあると思いますので、コメント欄でいろんな感想残していってください。はい、寂しいなんかひたすらに寂しい。やっぱ下道は最後まで下道だったのも良かったね飛躍探偵の足、最後の最後までとことん引っ張り続けてたのすげえ良かったわ。はい、それではしゅんやんでした。次回何のゲームやるかまだ決めかねております。それではまたね。